ドクターの皆様こんにちは、グレイ役を演じさせていただいております淵上舞だよ。ということでアークナイツ3周年おめでとうございます。いや本当にグレイと出会ったのは本当にもう何年前かなっていうところなんですけれども、こうやってね長く皆様に愛していただける、作品そしてキャラクターということでね嬉しい限りでございます。いやグレイは本当に見た目もねすごく可愛らしいんですけれども、性格というか喋り方もちょっとこうねおどおどした感じというか、あんまり自分に自信がないようなこう雰囲気の喋り方だったり、ちょっとね体があんまりこう丈夫ではなかったりとか、まあそういう守ってあげたい要素が満点なキャラクターなんだけど、でもなんかこうそこに甘んじることなくというか、なんというか頑張ります、もっともっとみんなのためにみたいな、かなりこう高みをねすごく目指しているところがギャップなんですよね。あんなに可愛いのに守ってあげたいのに、なんかいずれ守ってくれそうっていうね、すごいこうキュンキュンしてしまいますけれども、そんなグレイくんぜひ、これからも皆様愛していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。そしてアークナイツ、皆様もですね本当にこれからももっともっと長く楽しんでプレイしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。じゃあちょっとねここで、せっかくなのでグレイくんにバトンタッチしてみたいと思います。準備はいいですかグレイくん。ということで以上淵上舞でした。私は去るよ、バイバーイ。わかりました。ドクター、今年も無事お祝いできましたね。それもドクターと皆さんのおかげです。え、僕もですか。いえ、僕はただもっと多くの人に暗闇を怖がらなくて済むように生きてほしいから、光と温かさのある場所を広げたいです。はい、これだけはいつになっても僕の夢です。これはこれはドクター様、本日はお日柄もよく、まっことご機嫌うるわしゅう。おっと、へりくだるには訳があろうとでも言いたげな眼差し。いやまあお察しの通りなんだがね、というのも3周年のお祝いの席と喜び勇んで馳せさんじたは良いものの、会場一つ見つけることもかなわぬ始末で。いやいや、もしやこの哀れな凡人めを案内してくださると、この右右後人の至りでございます。というわけでドクターの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ウユ担当しております声優諏訪部淳二でございます。アークナイツ3周年ということでおめでとうございます。あっという間の3周年ね。3年という期間、もうね、あれもうって思われる方の方がもしかしたら多いんではないかなと思っておりますけれども、私担当しておりますウユ、彼も2度ほどイベントストーリーにも登場いたしましてね、どうでしょうかね、お気に召していただいておりますでしょうか。まあ普段ちょっとねちょっと抜けたような感じもある彼でございますがね、ひょうひょうとしている感じですけども、まあ時々こうキリッとね、まあ真剣な面もあったりなんかして、こうそういうギャップ萌えみたいなものもねあるんじゃないかなと思うんですけども、いかがですか。まあいろいろね、まあ根はどうなんでしょうね。まあ正直本当はどうなんでしょう、いい人なんでしょうか悪い人なんでしょうか、まあその辺のところはまあおいおいいろいろとね、より深くさらにこの先深掘りしていただけることがあったらいいなと思っておりますんで、とにもかくにもあなたにかかっていると思います。あなたがウユさん押していただければ、より物語も深く描いていただけることがあるかもしれないと思いますので、どうも引き続き、まあ、ぜひ引き続きですね、応援していただけますと幸いです。アークナイツも、どんどんプレイしていただけると個人的にも嬉しいです。というわけで、ウユ担当の諏訪部淳一でございました。ではでは、じゃあバトンタッチします。いわく歳月人を待たず、
縁ありて働き口を求めに訪れてからこのロドスで過ごした時間もそれなりに長くなった。いずれ私が故郷へと戻りあの借りを返す日が来たとしても貴殿への恩義は決して忘れまい。うん、まあつまりは今後とも何卒よろしくお願いつかまつるということさ。あらドクター、執務室でもなく任務先でもない場でお会いするなんて珍しいこともありますのね。そういえば先ほど人の群れが移動するのを見ましたけれど、何か関係あるのかしら。あの者たちも何やら奇妙に浮かれていて、まるで獲物を見つけた。いいえ、何でもないわ。ドクターの皆様、こんにちは。グレイディア役の野畑芽瞳です。はい、私はですね、2年目から参加させていただいてるんですけれども、はい、早くも3周年ということで、アークナイツ3周年おめでとうございます。わーい。はい、私がねグレイディアの台本をいただいた時にですね、星6の配布になりますって言われたのをものすごく覚えていて、なんかそんなありがたい役をありがとうございますって言ったのを覚えております。で、第一印象がですね、本当にあの背がすごく高くって、181とかあるのかな、確か180超えだったと思うんですよ。こんな背高くてあんなクールで、いや綺麗だけどちょっと怖い感じがするって思ったのを覚えてます。でもこうね、いろいろ進めていくと信頼関係が深まってくると、ちょっとまた違う部分が見えたりして、そこがあ、なんだ可愛いとこあるんじゃんって思いました。はい、皆様のね、どうなんですかね、イベントのストーリーの方では活躍していますか。あ、でもちょっとね、謎なところがいっぱいあるので、まだまだどういうことだろうって思ってるドクターさんも多いんですかね。はい、なんかまあ海はね、恐ろしかったり怪物がいたりしてちょっと大変なんですけれども、でもまあこれからまたいろんな展開があると思いますので、ぜひ、また来年も、グレイディアとイベントで会えたら嬉しいなと思っております。ぜひこれからも皆さん応援してあげてください。応援よろしくお願いします。そしてアークナイツを末永く楽しんでくださいね。グレイディア役の野畑芽瞳でした。バイバイ。そう、3周年の集まりがあったのね。道理で陸の上では私たちの方が部外者だもの。こちらのルールに従うのも場合によってはやぶさかではないわよ。それに踊りを教えてあげると約束しているでしょ。パーティーは終わってしまったようだけれど、これから一曲どうかしら。あ、ドクター見つけた。こっちこっち、こっち来てドクター。あのね、オイラ美味しそうな香りがするところを見つけたんだ。一緒に行こう。ドクターの皆さん、こんにちは。ケオベ役の瀬戸あさみです。アークナイツ3周年おめでとうございます。はい、ついにケイちゃんの出番でございます。ケオベとはですね、もうゲームの収録でキャラクターの絵とセリフを見て、おこのキャラはもうすごく自由に楽しく演じられるだろうなと思って、すごく楽しみに収録に向かったのを覚えています。もともと野生児で天真爛漫でね、自由な子でしたけど、最近ですと食いしん坊なキャラも定着してきて、ますますね演じていて楽しいなと思っております。そしてなんとケオベで歌唱までさせていただけるということで、そちらも楽しんでやらせていただきましたので、ぜひゲームもね、楽曲の方も楽しんでいただけたら嬉しいと思います。これからもアークナイツを楽しんでください。よろしくお願いします。ケオベ役の瀬戸あさみでした。3周年美味しかった。あれ、なんで笑ってるの。楽しかったかって、ロドスだと腹ペコと戦わなくていいし、オイラいっつも楽しいよ。これからも
ずっとついていっていい？やったー！やっぱりドクターが一番だね。